果物の例をおろす側に売価決定権がある場合はパッケージに直接値段が印刷されることもある。値札は小売店側が客に示すために商品の価格を記した札。メーカーの出荷時点ですでにつけている場合、流通の途中段階でつける場合、小売店に商品が到着してからつける場合など、そのタイミングは様々である。また、 単に商品の近くに置いたものも含めて、値札と呼ぶことがある。商品一つ一つにつける例では、日用雑貨品のシールを直接貼る、形式、衣料品などの糸、チェーン、タグピンなどでつける形式が挙げられる。その他、補強のハトメがある荷札のような種類もある。ほとんどの場合、紙、合成樹脂製である。なお、バーコードの普及による、会計作業の合理化も関与している。 それに伴い、例えばスーパーマーケットでは、値札の使用が少なくなっていった。青果物や店内で、包装加工する、その他の生鮮食品などを除き、各商品置き場に一つの値札を設置し、まとめて掲示することで済ませる方式も増えている。そんな中、商品入れ替えによる、処分価格販売のワゴンコーナーでは、値札シールが今もを用いられている。19世紀後半までは、 ほとんどの場合、小売商品に低価が存在せず、客は店員と価格交渉をしていた。これの例外として、客ごとに異なった代金を徴収するのはおかしいのではないかと考えたクエーカーが挙げられる。この考え方は、現在では価格差別として知られている。1870年頃から、フィラデルフィアのワナメーカーズとニューヨークのメイシーズは商品に 物理的なタグをつけ始めることで、値切り交渉を排除した。値段タグは、新人の店員に対する訓練期間の短縮にも、一役買った。新人店員は、値切り交渉のテクニックや、いくらまでなら売ることができるかという販売価格の範囲を記憶せずに済むようになったのだ。かつての大規模店舗では、カウンターの後ろで商品を保管していたため、店員は、 客が欲しがっている商品を取りに行く必要があった。ピグリーウィグリーは1916年客が商品を取りに行くセルフサービスを初めて展開した食料品ストアチェーンであるが全商品に値札タグをつけた初めての小売店でもあった。価格タグはた叩く間に西洋の小売店で一般的になり価格交渉はほとんど見られなくなった。 値札シールの霊源材料や生産者の表示とともに倍価も示すシール。会計の時はバーコードを読み取る。シール状のものを商品に手動で貼る機械はハンドラベラーと呼ばれ、1962年に佐藤ホールディングス株式会社が世界で初めて開発したという。近年では経年による糊のこびりつきを嫌う消費者のため、シール剥がし液が 文房具メーカーなどから発売されている。また、シールの剥がれ防止のためにセロハンテープなど透明なテープを重ね割りしていたり、逆に別の値札を貼ることで売り値を改ざんできないよう、シールにあえて切れ目を入れている店もある。シャツ類などでは、各小売店によって、襟タグなどの部分に、値札のタグピンがタグガンによって打ち込まれる場合がある。小売店到着前に付けられている。 紙製ブランドタグはナイロン製のタグループなどでズボンのベルトループやファスナーのスライバーの穴、ボタンホールなどを通されていることがある。電子棚札の使用例従来の個別の商品に値札を貼る方式では機動的な価格変動への対応が困難である。そこで大手流通チェーンなどでは食品コーナーを中心として遠隔操作で価格表示を 変更可能な液晶式の電子棚札が導入されている。赤外線発信装置を売り場の天井に赤外線の受信装置と液晶画面を組み合わせた電子棚札を商品棚に設置し、ストアコントローラーからの操作により、機動的に価格表示の変更が可能となると同時に、レジのポスシステムとも連動して、表示価格で確実に生産することができる。ありがとうございます。